ドラゴンクエストーク。はい、皆さんどうもこんばんは、こんにちは、おはようございます。これからドラクエウォークガチャ10連を引いていきます。今回はですね、新しく実装された世界樹の魔女、装備ガチャ、こちらをですね引いていきたいと思います。はい、強力なですねヒャド単体の、まあ、呪文武器ということで、はい、まあピックアップね武器、いきなり出すのはねなかなか難しいとは思いますけど、とりあえずはい、まあそれをね狙ってやっていこうと思います。はい、その前に、1日1回無料の単発の CM 付きガチャ、こちらをですねやっていきたいと思います。はい、CM がちょっとね長そうなんで、はい、カットします。はい、CM が終わりました。ガチャがスタートします。はい、銀色宝箱スタートで、空の演出はほとんどなし。はい、何もなしですね。はい、外れです。はい、というわけで、まあちょっとねこのまま、ガチャをすると、まあ流れが悪いので、はい、ちょっとねボーナスダンジョンをやってですね、流れを変えていきたいと思います。はい、ボーナスダンジョンはですね、はい、3回スロットマシンが引けるというものになります。では早速やっていきましょう。このね扉を開ける時の演出、キラキラ光るものがあれば当たりが出やすくなるんですけど、はい、今回はねそれもなしですね。はい、ということなんですが、まあせめてねドラキーが揃うぐらい当たればいいかなと思います。はい、ドラキーはですね、まあ一番あのこの中の当たりとしては一番ねあの出やすいものになります。まあそれだけねあんまりあの経験値6万ぐらいで大したね報酬ではないんですけれど、はい、ということでね、はい、1回目は外れでした。あと2回ね、一応チャンスがあります。ちょっとやっていきましょう。はい。お願いします。はい。2回目もね、外れでしたね。はい。3回目、ラストです。ちょっとね、まあこれも外れると、なんか、全然、運がね、なさそうな感じですが、いかがでしょうか。まあ多分ね、外れると思いますけど。はい。お、最後、当たりましたね。はい。ドラキー当たりました。ありがとうございます。経験値がこれでね、6万もらえます。まあ、これはこれでね、ありがたいですね。まあ、とにかく当たりが出たということが、まあ、大きいかなと思います。はい。というわけで、今週2回目のね、ボーナスダンジョン、でした。多分ね、ということで、はい。では、ガチャの方を引いていきましょう。まあ最後ね、ちょっと当たりが、まあ出ましたので、今回は、世界樹の表情ガチャ。まああのね、普通のガチャの方で、160枚、今ね、あのチケットがあるので、まあこれで10連引くこともできるんですけれど、まああとね、あの復刻ガチャとかもあったりしますが、まあここは今回は、優勝ジェムを使って引いていきましょう。星5、つまり、まあ虹色宝箱がね、1個確定しておりますので、はい、これをやっていきましょう。お願いします。2時56分です。はい。空の演出はまあまあかな。でも、あ、おおお、カットイン来ましたね。はい。これでね、ピックアップ武器だったらでかいんですよ。あの、さっきのね、カットインは、あの、ピックアップ装備が当たるということで、まあ、最新のね、装備が確定したということになります。まあ、ただね、あの、武器以外にも、頭と、鎧下が、まあ、ありますので、まあ、全部で4つのうちから、1つが、まあ、大当たり、ピックアップ武器ということになります。はい。いきなり来ましたね。びっくりしましたね。ほい。残念。頭でしたね。はい。カットインがね、来たので、まあ、ちょっとね、ときめいたんですけれど、まあまあ、これはこれでね、いいんですけれど、はい。まあ、武器がね、良かったかなと思います。はい。まあ、でもね、動画を見ている人にはピックアップ武器が当たるなどの幸運が訪れることを願っております。はい、そんな感じで今回終わろうと思います。ではまた、おつ。